天候も回復して、うん、無事植え付けが できて大変喜ばしい感じです。順調に成長してもらって、お盆前、まあ難しいですけど、なるべくお盆前に出荷できるように頑張って、うん、管理していきたいと思っております。一番星は粒が大きくてもちもちした食感なので、まあおにぎりでも何でも食感がかなり楽しめると思うんで、皆さんにぜひ食べていただきたいと思っております。